今日はこちらに来てます。今から選手に特別インタビューをしたいと思います。誰にしようかな。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとまずはちょっとリーグ戦の話になるんですけど、J リーグ初ゴールということで、はい、ちょっと今振り返ってみて、どうかな。振り返ってみて、いや、もう嬉しかったです、はい、あの、はい、少しちょっとトラップが左に流れて、はい、でステップでこう持ち替えて右に巻いてのシュートだったと思うんですけど、あの、すべてこうイメージ通りだったのか、それともこう、まあ、相手を見てちょっと変えたのかとかって、なんかありますか。まあ、トラップは、まあ、相手もなんかスペースもなかったんで、とにかく足元に止めて打とうっていうのがあって、まあ、コースはなんかそこしかなかったっていう感じだったんで、まあ、逆になんかそれが、なんかうまいこと言ったかなっていうか、選択肢1個しかなかった中で、はい、でもなんかこう、あれですね、高い位置に行ったら点も取れるし、クロスも上げれるなっていうのが、あの試合ではすごい出てたなと思う、うん、得点とかアシストはやっぱ常に狙ってます。そうですね、まあ、プレースタイル的にもやっぱり点に絡めないとやっぱり上に行くのは難しいっていうのは自分でも思ってるし、そこは自分の武器だと思ってるんで、もっと点とアシストはしていきたいですね。ちょっと次に、まあ、自分のキャリアで、J1、J2、JFL、J3 というキャリアで渡り歩いてると思うんですけど、まあ、経験豊富な金選手、今実際にこう外内で来て今置かれている自分の立場はどんな感じかな。自分の立場、まあ年は結構上の方ですけど、まあ、そんなに、まあ、北さんほど経験あるわけでもないし、フェルさんほど経験あるわけでもないんで、まあ、そんなにまあアドバイスっていう風には、まあ、自分ではそんなに思ってないですね。ただ自分なりに感じたこととかは伝えるようにはしてます、まあ、今ちょっとなかなか勝ててない状況が続いてますので、まあ、金選手が考える打開策などもなんかあったりしたかもしれません。やっぱり一人一人の、まあ、意識っていうか、まあ、自分のプレーとか行動に責任持ったり、まあ、自分にしっかり矢印を向けるっていうこととか、まあ、しっかり考えながらプレーするっていうのは、まあ、対策かなと思います。ちょっとこれから、まあ、天皇杯とかも入ってきたり、まあ、連戦とかもあったりしたりすると思って、暑くなったり疲れが出てきたりした時に、なんかこうカニ選手なりの頑張り方というか、大事にしてる部分とかあったら、まあ、まずは試合にそのベストなコンディションで入るっていうのと、まあ、あとはもう気合ですなんか気がなんかそこな感じがするので、なんかケアの仕方でこだわってるところとかあります？なんかまあ特にこういう、まあ、ルーティンとか特にないんで、ただ疲れたら温泉行ったりとか、まあ、気になるとこあったらマッサージしてもらったりとか、なんか、はい、今日練習きついなみたいな、練習前とか、はい、試合前とかあるじゃないですか、たまに、はい、多分あると思うんですけど、どうやって乗り切りますか、もう気合で。いや、まあ、気にしないっていうなんかこれたまたま読んだ雑誌で疲労に関するなんかこと書いてあって、なんか体って実際疲れ、体の疲れてないらしくて、なんか脳がちょっとこれ以上やったら体きついから疲れてる
ていうふうに指令を出してるらしくて、うんうん、ってことは気にしなかった、多分大丈夫っていうか、まあ、終わった後は当然気にするけど、やる前とかはもう気にしないっていう、それでも2時間、3時間乗り切るっていう。なるほど、面白い意見が聞きました。ありがとうございます。最後にちょっと、まあ、カニ選手のストロングポイント、ここ見てほしいみたいな部分と、次節に向けてのちょっと意気込みを、はい、お願いします。ストロングは、まあ、パスと運動量、あとは、まあ、攻撃に絡むシーンを見てほしいです。まあ、次は、まあ、なかなかリーグ戦勝ててない状況で、まあ、選手も全力で頑張るし、まあ、なんとしても勝てるよう、まあ、全力でやるので、チーム一丸となって全力で頑張るんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。